オリンピックや世界選手権で活躍した歴代のバレーボール日本代表選手と対戦できるイベント、宝くじスポーツフェアハツラツママさんバレーボールイン吉野ヶ里町が12月10日、佐賀県の吉野ヶ里町文化体育館で開かれた。動画はこちらから、ドリームチームの活躍を30分にわたって楽しめます日本バレーボール協会の会長を務める河合俊一さん、60が率いる。 ドリームチームには女子11選手が参加。1984年ロサンゼルス五輪で銅メダルを獲得した江上由美さん、66や大谷沢子さん、58をはじめ、92年バルセロナ五輪米国代表の銅メダリストでもあるよう子ゼッターランドさん、54、2012年ロンドン五輪銅メダリストの佐野優子さん、44、加納舞子さん、35、 新鍋理沙さん33ら往年のスターが大集合した9人制で行われた地元チームとの試合ではファンを魅了した全盛期を思い出させる華麗なプレーに会場から歓声や拍手が起こった。